はい竹内ですこんにちは、こんばんはということで、アイビス様、私、番外編予想ということで、今週はですね、クイーンステークスもなんですけど、あの、イレブンベッドなしで、えー、番外編だけでね、お届けしていこうかなと思っております。で、今週アップしたね、すでにアップしている動画の内容、それは簡単な紹介はしておいた方がいいかなというところで、少しまとめたんですけれども、 はい。えー、まず、新潟の島1000メートルですね。えー、外枠の三保の反路組ですね。反路が早い馬を買うのが、まあ、最優先っていうような成績なんですけど、今ね、反路回収工事中なので、特殊な開催なので、まずここが一切いないっていうところが重要かなと。はい。で、次に、8枠有利のイメージって当然皆さんあると思うんですけど、クッション値が9.5以上の時、高い時ね、8枠の勝率って実は6、7枠より低くて、回収率もね、単回し40%ぐらいしかないんですよ。 で、クッション値が9.4以下低くなれば、なると、8枠がダントツの成績になるんですね。皆さんがあの、イメージしている新潟市芝の1000メートルの、あのイメージの結果が出やすいのってクッション値が低い時なんですよ。で、それに加えまして、6枠、7枠、8枠の副賞を全点購入してもですね、まあ、クッション値発表から現在までで、回収率120%ぐらいあって、えー、適中率100%なんですよ。 はい。そんなね、魔法の買い方があるっていう、これがね、面白いところなんですよね。で、その他ね、そのクッション値9.4以下の時の6枠、7枠、8枠のワイドボックスでも適中率が93.3%、回収率128%もあったりとか、3連服ボックスでも46.7%適中してて、回収100%あるんですよね。 で、クッション値が低い時こそ外枠が狙い目であるっていうことはもう、あのー、このね、何年かではっきりしてきました。なんですけど、この説明をすると勘違いする人が多くて、困っちゃうんですけど、クッション値が高くても、外枠の方が内枠よりも高層場はそれ圧倒的に多いですからね。その辺気になる方はですね、あの、今週アップした動画見てほしいんですけど、はい。これが狙い目っていうと、で、これが狙い目でこっちはそうじゃないですよって言った時に、どうしても、 人間って、あの、そうじゃない方が、あの、そうじゃない方を過剰にそうじゃないって思っちゃうんですけど、はい、実はそんなことはなくてですね、クッション値が高くても、外はまあ有利というか、外の構想が多いんですけれども、なんですけど、クッション値が低い時の方がより有利ですよと、そういう覚え方をしていただければ、まあ今後も役立つと思いますので、はい、ぜひね、それだけでも覚えて帰ってください。 で、えっ、ー、と、クッション値が低い時の8枠であればね、逃げなくても先行しなくても、刺しても追い込んでも、どんなポジションからの競馬でも高成績という、これも一つね、大きな、えー、特徴がございます。で、まあ、シンプルに考えると、クッション値が高い場合は、まあ、枠をあんまり考えなくても、前に行ける馬っていうところを買っていった方が面白いと。 基本的には。はい。で、枠を問わずに前に行ける馬に注目をして、えーまあ、馬券のどっかに入れるとかね、した方がいい。例えば、点の速い馬とかには注目したいなと思っております。はい。まあ、こればっかりじゃないですけどね。ただ、うちに入った時点で、あのー、ジョッキーがね、勝負にも行かずに、まあ、陣営の考えもあるかもしれませんけど、あまり馬の負担を残さずに、負担をかけずにね、えー、勝負してるような、騎乗してるっていうパターンも正直多いじゃないですか。ね。 で、それをやっぱ完璧に見分けるのって、まあ、ほぼほぼ不可能なので、その辺はね、ちょっと難しいんですけどね、こういう情報があったとて。はい。まあ、そんなようなことを今週 YouTube の方でアップしてますので、まあ、詳しい数字とかね、表で確認したい人、表でまとめてありますので、まあ、それ見たい人はぜひね、うちのチャンネル遡って見に行っていただければなと思います。新潟芝1000メートル、まあ、夏だけじゃないですけどね、えー、ほんと最大限に楽しめま、楽しめると思いますので、ぜひね、その動画見てほしいなと思います。 さて、金曜日時点の新潟競馬場のクッション値、気になるクッション値だったんですけど、9.4発表でした。はい、きわきわですね。えー、23日から2何日までずっと散水をしたっていうふうにね、発表がありますが、えー、土曜、まあ、金曜、土曜、日曜と晴れ予報にもなっておりますし、まあ、高くなるのか現状維持になるのかわかりませんけど、この、今回ね、金曜日時点ではこのギリギリのラインの9.4っていう数値なので、 大幅に下がる要素はありませんしね。雨が降らないと思いますので。はい。なので、えー、低く大きく触れることもない。ただ高くなったとて金曜9.4で天気変わらないし。じゃあこれが9後半とか10まで行くかって言われたらそれもなさそうなので、まあ、正直、あのー、今週ご紹介してきた、そして先ほど紹介したように、あの極端な傾向っていうのを楽しめる感じではないかなと正直思います。はい。 なんですけど、番外編予想としてね、今回お届けする回になっておりますので、あまり深く考えずに、まあ、あの動画をね、元にした内容と、プラス僕の予想っていうところで、あの、自分は買おうと思ってますので、まあ、その紹介をする動画と思っていただければなと思います。で、クッション値9.5以上と9.4以下のところで、まあ、まあ、はっきりとね、え、買い目を分けて買ってみたいなとは思っております。 で、アイビスサマーダッシュ、クッション値が9.5以上の場合、これもちろん日曜日のとなりますが、え、オールアットワンスですね。え、うちの方ですけど、これ買いたいなと。え、1年前のアイビスサマーダッシュ以来の競馬となります。まあ、その、正直ブランクというものは、え、不安要素では、もちろんあるんですけれども、 はい。えー、なんですけれども、えー、まあちょっと変えた要素がありましてというところで、で、昨年も2枠3番で今年も <laughs> 2枠3番っていうね、運のなさというかね、そういうところもあるんですが、あのー、 昨年のね、アイビス様ーダッシュ、クッション値9.0。はい、先ほど言いましたよね。9.4以下は外が有利と。はい。で、9.0で外の馬がワンツーフィニッシュしているというところになりました。で、オールアットワンスは外に行かずに、うちを選んだ競馬で6着でした。はい。で、まあ、ジョッキーもその外に、外に行くメリットね。このうちで、ね、わざわざ外に行くメリットもね、というところで、はい、えー、コメント出してましたけど、も、まあ、まさにその通りだと思うんですが、 あのー、そういう、んでしょうね、えー、9.0っていうところで外の馬がワンツーになってる。でも、あの、内から行ってね、6着っていう結果を残しているのですから、で、今回も同じ枠に入っているので、まあ、今回も、あのー、内から前を目指すんじゃないかなと、無理に外に行くことはないんじゃないのかなと思います。で、クッション値がね、仮に9.5以上になっているのであれば、まあ、昨年と違ってね、外枠の馬、特に8枠の馬と、 8枠の馬のね、成績下がりますし、はいで。もっと際どい競馬がうちからでもできる可能性があるんじゃないのかなとは、はい、思うんですよ。で、放棄種が起乗しますので、あのー、まあそう、ずっと乗ってるわけじゃないですからね。ずっと日本にいるわけではないので、ここは様子見でというような選択肢の起乗もないだろうなって思うんですよ。そう考えると、うちから、 うん、割とある程度のポジションを取って、えー、勝負をするっていう形に持っていくんじゃないのかなと。で、クッション値が高ければね、それがあの、えー、外枠じゃなくてもね、前に行っていればチャンスが、あの、クッション値低い時よりは増しますし、増すというか外の馬の成績がそね、あの、クッション値が低い時よりは良くないのでっていうところで、あの、まあ、なんでしょう、天秤にかけて考えると、 まあ、トータルで見て、オールアットワンスとても魅力的かなと思いました。あとは、その、反路なしのうっとウイキっていうところで、まあ、これがね、今の、えー、関東場に、えー、大きくのしかかってる問題でね、やはり販路が工事中であると、で、調教師の先生たちもだんだん今泣き言を言い始めましたけど、え、やはり販路がないっていうのはかなり影響がある。 え、ウッドで追い切って、いつもウッドで追い切ってる馬でも、やはりレース前7日間の中にはね、前の日曜日とか火曜日とかに反路が入るのが当たり前だったりするんですが、それがないので、やはり成績が落ち気味にはなっている。あと2ヶ月の辛抱ですけど。なんですけど、あの、オールアトマンスに関しては、反路全くなしのウッド追い切りで、もともと結果を出しているタイプの珍しいね、えー、まあ少数派の馬なので、まあこの反路工事中っていうことが、 むしろ歓迎となる。はい。歓迎となる言い過ぎかもしれませんけど、他の関東馬が、やっぱね、あの、反論使わずにウッ,ドだウッドだけだった時全然ダメでしたっていう馬がいたりしますからね。そこと考えたら、あの、この馬はそこに動じることがないという立場でもありますので、はい。そういう点での魅力ですかね。はい。それも踏まえて、えー、ちょっとうちの方ですけど、オールアットワンスを本命にと考えております。 で、えー、クッション値9.5以上の場合で、まあ、オールアトワンスを本命として、あとも印はですね、えー、まあ、でも、やっぱ、外が、あのー、 どうしてもね、やはり外の方が、えー、当てに行こうと思ったら、う,うちうちうちで決まることはほとんどないと考えると。えー、太鼓バガボンド、えー、黒三角ファイヤーダンサー、で、白、えー、三角にスティックス、あとメディーバルマウンテン娘シンシティというところにしてみました。はい。で、生まれんでオールアットワンスから流したいんだと。まあ、うちな、うちの方なのでね、人気は甘めになってくれるかなというところもあります。はい。 まあ外,外で買う人の方が多いですからね、基本的には。えー、なんで、オールアトワンスから、この1、2、3、4、5、6等に生まれんで、軽く流したいなと。で、三連服に関しては、オールアトワンスと、からですね、バガボンド、ファイヤーダンサー、スティックス、丸、黒三角、三角までを2着のところに塗って、3着のところには、3連服だからね、3着とか関係ありませんけど、3列目に。 えー、対抗以下すべて塗るというような形。これでクッション値9.5以上の場合だったらこれを買って、まあね、あのー、ちょっとね、直線競馬見て楽しみたいなと思っております。で、えー、今度クッション値9.4以下だった場合何を買おうかなというところで、まあそうなったら外買いたいよね。で、外の中で悩んでファイヤーダンサー。えー、っとですね。 まあ、あの、この馬はすごくあの、まあ皆さんの記憶にも残っていらっしゃると思うんですけど、あの前走伊田天ステークスでね、一枠一番から一気にね、スタートして一気に斜めに走って外を目指したと。はい。で、実質外枠差しみたいな競馬を作り上げて、見事に、 二着になりました。はい。詰まってなければおそらく勝ってたんじゃないかなと思うんですけど。で、えっと、まあ、クッション値9.0だったんですよ。なので、ま、好判断だったかなと私は思いました。の外の方に行くのは。で、今回、金量がね、4キロ増えるんですけれど、やっぱその、金量がやっぱ4キロ変わるっていうのは、当然あの、馬にとってはかなり、えぇ、ー、違いありますよね。いや、まあ、4キロ重いですからね、シンプルに。なんですけど、今回最初から外で走れると。 ね、前走は内から外に行くっていう作業をこの馬だけずっとね、えっちらほっちらやってたわけですよ。で今回は最初から外にいられると。で客室的にはまああの後ろからの馬なので前走のに詰まる可能性もあるんですけど。 え、クッション値9.4以下になった時の8枠ってもうね、逃げてる馬も刺してる馬も追い込んでる馬も別に成績いいので、8枠がとにかく良くなるので、え、まあちょっとうまくさばいてくれればなっていうところですかね。はい。まあ詰まってもまあ仕方ない諦めますけど、その場合は。で、前走やっぱ1頭だけ最内から外まで斜めに走り続けたロスを考えれば、4キロ増えることよりも枠がその8枠っていうところの方が、え、魅力がね、はるかに大きいんじゃないかなと思います。で、あと、 ま、このファイヤーダンサーという馬はですね、あの、非常にあのー、この新潟の直線競馬の、えー、戦力がね、面白い馬でございます。はい。何が面白いといえば人気ですよね。えー、過去3回この直線競馬に挑んで、9番人気、9番人気、10番人気で走ってるんですけど、2着、4着、5着なんですよね。で、両馬場、重馬場、不良馬場。で、クッション値も、えー、っと、高め、えー、普通、低め。 ま、具体的な数字を言えば9.6、6.2、9.0ということで、まあ、6.2なんて異次元の低さですけど。はい。えー、そういう状況で、すべて追い込んで上がり上位で、えー、掲示板には乗ってるんですよね。9番人気、9番人気、10番人気で全部掲示板に乗って、両馬場、重馬場、不両馬場でクッション値6.2から9.6。はい。これで全部乗ってるので、もう、適正という部分ではもう疑いようがないじゃないですか。ね。 しかもそれが、そうそう、その人気も面白いんですけど、その9番人気、9番人気、10番人気でこんだけ構想していますと、はい、で、上がりの上位で構想してますと、で、枠は1枠2回と2枠1回なんですよ。もう、ちょっとおかしいですよね。もしかしたら、あの、歴代一番直線競馬うまい、あの、得意な馬かもしれないですよ。この戦歴ってある意味。 っていうふうに思っているので、まあ、それが、あの、八枠にね、あの、行ってさえくれればクッション値低いときに、まあ、詰まる以外ではなかなか、ね、大幅な凡走っていうのはないんじゃないのかなっていう、まあ、それで全然急にダメになるんだったら、まあ、相当な天の弱なやつですね、ファイアダンサーは。もう、あの、絶対きついだろうっていう条件の時に燃えるタイプ。 はい、ここはいけるだろうって言われるとちょっとね、あのー、本気出さないタイプ、まあ、い,るいますけど人間にもそういうタイプね、まあ、そんな感じなのかなっていう、ね、ところになるんですけど、まあ、普通に考えればもうベストじゃないですかクッション値が下がってこの条件でこの枠だったらもう僕は、はい、あの構想してくれると思います。 で、えっと、まあ、そうなってくるとやっぱ外、8枠入れたいので、ファイアダンサーから、えー、ファイアダンサー本命で、シンシティ、デジェイロ、バガボンド、スティックス、マウンテンブスメ、メディーバルというような感じにしました。やっぱ単焦ファイアダンサー解体で、生まれん生またんで、えー、もう、 素直に流したい。えー、で、三連単はもう頭固定で、二重丸、黒三角三角を二着に入れて、三着に全部塗ってっていう感じの三連単を買いたいかなと思います。で、先ほど言いましたけど、クッション値9.4以下のその新潟直線競馬ね、6枠から 8, 馬8枠の馬の全副賞を買っても、プラスで的中率今のところ100%だと。 回収率120%ありますと全ワイドボックスを買ってもまあ93.3%適中して回収率128%あるっていう話をさっきしましたまああのそれはさっきご紹介したんですけどこれも一応ネタ的には買いたいかなと思いますねこれねファイアダンサーが気になったのでちゃんと買い目を作りましたけどまあどの馬もまあ別になんか そんなに魅力ないなっていうようなレースだったらもうそのね、全副賞とね、全ワイドボックス、678枠のっていう風にだけであの終わろうと思ったんですけど、ちょっとね、ファイヤーダンサーが結構気になったものですから、はい、ちゃんとした買い目を作って、そっちをまあメインで考えつつですね、まあちょこっとだけその、全副賞、全ワイドボックスは買いたいなと思ってますが、 まああの人気どころの副賞とかね、ワイドの組み合わせを買って、当たったけど負けましたねっていうところは、別にこの買い方だったらいらないかなと思いますので、やっぱ実質的に人気がないところで買回収を上げるわけですから、6枠から8枠のまあ副賞でつく馬と、あとまあワイドでつく組み合わせだけを買うっていうのもありかなと思ってます。その辺はね、ちょっと悩んでますけど、その、なんでしょう、もう、もちろんこれはもう買い方なんでね、皆さんの自由ですし。 はいえー、自己責任の世界ですので、あのー、それを買ってもいいと思いますし、はいあのー、なんでしょう、人気がないとこだけ買ってもいいと思いますし、むしろ硬く決まると思えば、人気があるとこだけ買えばいいと思いますし、ただ、あのー、先ほど言ったみたいに、適中率100%なので、今のところ、はい、それは一応一つの情報ですね、馬券の買い方、馬券法じゃなくて、情報として頭に入れといて、今後予想していくのがいいんじゃないかなと思いますね。 で、あとね、あの、どっちのクッション値の場合でも実は買いたい馬が1頭いて、やっぱロードベイリーフに関しては僕はちょっと買わせていただきたいなって、まあむしろうちに入ってくれたので人気しないでしょうから、あのー、逆に買いたいなって感じですかね。まあブラフマスター旧車ですね。はい、もうブラフの、ブラフの森田旧車、そしてブラフマスターでもあるロードベイリーフということで、あのー、 ま、詳しくね、あの、知りたい方は、まあ、この追い切り判定動画で使って画面、今貼ってますけど、これを読んでいただいても、なんとなく、あの、競馬分かる人は分かると思いますし、えー、よく分からんなって方は、あの、追い切り判定動画の方見に行って、えー、ロードベイリーフのとこだけでも見ていただければなと思うんですけど、まあ、反論のラップでね、あの、姉妹原則ラップで成績が上がるっていうね、中央競馬の、あの、調教師の中でも、かなり数人しかいない、中の、あの、最先端の人が、あの、森田急車ですよ。 はい。だから、ブラフですね。なんか、あの、最後までビシッと行ってない時の方が走っていると。でロードベイリーフもまさに、あの、ビシッと行った時計じゃなくて、姉妹のみ、姉妹が減速している時計の時の方がね、このまま走るんですよ。はい。なんでも、ザ・モリタっていうコンビなんですけど。で、これで、あのー、なんでしょう。だから、こんな状況で内枠入って、ガチで走らないだろうなって普通は思うんですよね。この時計を見たらね、普通の競馬ファンの人が。なんですけど、 僕だってうちのチャンネルのね、視聴者様であれば、森田た球はこういう時に勝負仕掛けてくるので、こういうパターンで来た時に内枠だからって進んだり勝負を捨てるっていうことはちょっと、あのー、可能性としてね、えー、どうなんだろうと。ガチ、もうガチガチのガチで来る可能性も十分にあるんじゃないのかなっていうところですよね。直線競馬も得意ですし、もう別にね、こっからあのー、まあ、どっちでもいいと思うんですよ。クッション値が高くなれば、 もうあの、内枠なんでね、あの、インペタで、はい。え、ある程度中段ぐらいのポジション取って、あともうちょっと刺す、芝居にかけてみるみたいな競馬してくださってもいいと思いますし、クッション値が仮に下がるようであれば、あの、それこそ、あれですね、あの、昨年のオールアットワンスみたいにね、ガーってもう外まで行っちゃって、で、あともうあの決めて爆発するかにかけるっていう競馬をしていただければなと思います。はい。無闇にあの、 勝負を捨てるようなことはないかなと。まあ、特に西村騎手、あんまね、そういうこともしませんしね。うん。なので、ロードベイリーフだけはクッション値問わずに、ちょっと短服を買いたいなと思ってますし、まあ、あの、先ほど紹介した買い目よりも僕は、ちょっとこのロードベイリーフの方が気持ち的には、うん、楽しみかなっていう感じはしますね。はい。んで、まあ、ちょっと完璧にでも、あの、意識は分けました。 ロードベイリーフは淡ンなだけ。で、他の買い目にはロードベイリーフは入れていないっていうね、そういう構図にしましたので。ま、あの、組み合わせて、あの、何でしょう、僕の買い目を参考にしてるよとかって言ってくださる人いますけど、その場合だったらもしかしたら、あの、クッション地別の方のね、買い目のどちらにもあの、ロードベイリーフを入れとくっていうのはありかなと思います。はい。意外な高配当を運んできてくれるかもしれません。 はい、そんな感じで、えー、ぜひね、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。競馬本調者の竹内がお届けしている竹つべという競馬チャンネルですが、いつもはね、週末顔出しであの、11ベッド予想ってやつやるんですけど、今週はまあ、クイーンステークスも含めてなしというところで、まあ、来週まで撮っておきましょう。来週ちょっと楽しみなレースもありますのでね、えー、そこへ向けて、まあ、夏休みじゃないですけれども、はい、あの、今週はまあ、こういう形にしました。まあ、あの、やっぱ枠の影響が大きすぎるっていうところと、 ね、あのこっちはね、アイヴス様だしは、でまあ、札幌、えー、クイーンステークスの方はやっぱり調教のね、普段の、この厩舎がこの距離で勝負ですっていうと、この大きな僕の予想の中の重要なね、部分ですよね、加点、これまでに幾、ま、多、あの穴を取ってきた、あのやり方っていうのがやっぱ使いづらいっていうこともあるので、まあ、無理にイレブンベッドをやる必要もないかなということで、今週はね、この形式でお届けさせていただきました。はい、で今週はだからその ま、クイーンステークスの、あの、なんでしょう、予想の前の動画ですよね。レーティングを使ったちょっと話っていうところは、えクイーンステークスが終わってしまったらあまり使えないですけど、あの内容をベースに、あの、レーティングとかに興味を持ってくれる人とか、 また、その、レーティングっていうものをちょっと武器につけてみたいなと、身につけてみたいなっていう方には、その後にも参考になるかもしれませんし、このアイビスサマーダッシュ関連の動画2本アップしてますけど、まあ、それは、え、反論が復活してから非常に使えるであろう内容っていうところもあれば、え、このクッション値の話もね、より細かくしていますので、今後の、まあ、新潟競馬、新潟の直線競馬馬券今後ね、このアイビスサマーダッシュ以降も、どこかで買うことがあるぞと、 はい、えー。買う確率が1%でもあるぞっていう方は、ぜひね、2本とも振り返って見ておいていただければ、えー、情報として、えーえー、得ておいて損はないかなと、僕はね、思いますので、はい。ぜひ見てください。あとは、あの、馬女がね、あのー、 え、馬女が恋をしていい馬をマッチングするみたいなね、ちょっとあの、よくわからないテーマなんですけど、内容はすごくあの、特殊で、特殊で使えて面白いっていうものも今週一本ね、アップしてますので、まあぜひね、そんなのも見ていただければなと思います。まあなんだかんだで盛りだくさんな感じでしたね。え、来週もまた、え、対策動画以外にもちょっと一つ、別の動画とか、はい、アップしたいなと思ってるんですけど、 それもね、内容としては結構面白いと思います。はい。僕は初めて気づいたっていう話です。はい。まあ、盲点だったなーっていう、あ,あ、そうかと。そりゃそうだよなって思ったんですけど、気がつかなかったことがあって、はい。ちょっとあの、障害レースの話なんですけどね。ちょっとその動画の、 おそらく短い動画にはなるんですけど、内容はすごくあの、使えますし、あの、何かひらめく方、それを見てさらにひらめく方とかも出てくると思いますので、ぜひね、あの、まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録して通知をオンにしておいていただけると、来週なんか動画が上がった時に、あ、その動画来たかなっていう感じでね、チェックしていただけると思います。あとはもうあれです。皆さん、あの、競馬場現地に行かれる方、あやっぱあの、気温注意してくださいね、熱射を。 やはりあのうちのねあの本の読者様とかでもやはり競馬場でやっぱ熱中症になってしまったっていうね方もいらっしゃいましたしやっぱりこの炎天下でね集中してぼーっと競馬新聞見ながらパドックとか見てたらそれ倒れますって <laughs> 絶対倒れますやばいですよね本当に僕今日ねあの自分ちのあの外の水道のホースを取り替えたくてですね一生懸命あのホースのネジ取ってあの な蛇口にね、ホースつなぐ、ホースのなんかあの、つなぐ、なんかアタッチメントつけたりとか、慣れないことやってたんですけど、もうね、5分ぐらい作業してたら、絞れるぐらい汗かきましたからね。 うんだその日起きてから飲んだ水分よりも絶対倍ぐらい出てってるんですよ。いや、これはやばいなって、5分でこれだったらそれは倒れちゃうよと思いましたし。はい。えー、特にまあ年齢がね、あの高齢の方は特にあの気をつけてください。はい。あのそんなんでポックリ行かれてですね、うちの,あの大切な読者様が1人減ったりですね、あの視聴者様が1人減られてしまっても切ないので、はい、皆さん健康にですね、気をつけて、えー、末永く、えー、注目していただければなと、注目ついでに応援していただければなと思って おりますということで、えー、週末、皆さんね、競馬、皆さんの馬券がいい結果出ますようにお祈りしております。それ以上に僕自身の成績が良いことを目指します。竹内でしたババイバイ